経由で燃やすディーゼルエンジン等々の発電機をたくさん設置しまして、で、まあ、どうにかこうにか昨年今年の夏と皆さんに本当に節電のご協力をいただいておりますけれども、なんとか乗り切ることができました。ただこれはずっとこう毎年毎年やっていくわけにいかずにですね、かなりこう本来はもう退役すべきような古い火力発電所を、まあ、無知打って動かしているような部分もあって、これをずっとしていくというのはなかなか難しいというふうに思っていますので、やはり一定程度の原子力発電所、ただ、まあ、私どもが事故を起こした責任者がですね、経験に発電原子力発電を再開するというのもなかなかご理解いただけないところだと思っていますので、福島の事故の検証を徹底的に行って、で そうしたことの再発防止策を本当に行方にも取って、その上でご理解いただければ、まあ、再稼働というそういうステップを踏まなければいけないと思います。ただその、まあ、今もその発言の中に再稼働を前提としたようなことがあったと思いますが、はい、しかしながら国民の皆さん、まあ、これから政府も決めますけれども原発ゼロに向かって今進んでいるわけですね。この対応は本当どうされますか。まあ、すぐにゼロというのは、まあ、先ほどの、はいはい、お話もありましたように、ずっとできるというものではなくて、やはりどういうしたもので代替をしていくのかという議論をぜひしていただきたいと思っています。もちろん太陽光や風力といった再生可能エネルギーを積極的に入れていかなければいけないと思っておりますが、ただいろいろそのメリットデメリットは